えー、元野球部の学生でです少少年野野球球人口が減ししている原因は何でしょうか野球部に入ると坊主にされプレーでミスすると監督から暴言をかいたり暴力を加えるなどの体罰を加える全員がプロ野球選手になりたいわけではなく単純に野球がしたいという子もいると思うんですがなぜこのようなやり方が日本では続いているんでしょうか広木さんの見解も貸聞かせください高校野球が悪いと思います。 結局、高校野球的なものを目指してしまう野球が多くて、やっぱり勝った方が楽しいよねってなると、強いところって高校野球的な、そのなんかパワハラ的なものとか坊主になるのが当たり前だよねっていう文化圏になっちゃってるんですよね。なので、もう坊主禁止とかにした方がいいと思うんですよね。なんか高校野球とかって。自分たちが自主的に坊主にしてますって、かけてもいいですけど、嘘ですよ。 <laughs> あのそ,のその年頃の子たちが好き好んで自分から坊主になりたいって言うわけないじゃないですかだから坊主になってる時点でもうなんか大人の坊主にした方がいいよねっていう影響力を受けちゃってる子どもたちが自分は坊主がいいと思って坊主にしてますって言ってるだけなのでもう僕は高校野球は坊主禁止にした方がいいと思うんですよね。 でそそののまあその髪の毛生えてるか生えてないかが大事というわけではなく坊主禁止ですっていうような形でちょっとずつその大人のパワハラ的な影響を減らしていくっていうのをやることでそのうち多分高校野球でも僕は女子高生野球選手出てくるんじゃないかと思ってるんですよ。 共学の学校でも別にあのその筋力で言ったら男性の方がいいかもしれないですけどセンスとしては全然ありますよっていうその女子高生の共学のね高校の女子高生選手の野球選手が別に僕高校野球出てもいいと思うのですよ。ただそれが出れないのって今の,その坊主的な文化圏があるわけじゃないですか。 まあその坊主が野球やってるようなところに女子そのたまたま教学まあ共ないかなたまたま共学で坊主の野球みたいなところにその女子高生が「私もやりたいです」って言ったら「はいマネージャーどうぞ」ってなっちゃうじゃないですかなので別にその髪伸ばしてもいいしっていう形になるとそこは変わるんじゃないかなと思うのでなのでそういう形でじゃあ その高校野球に出てくる選手の中にも女性がいるよねってなるとやっぱりそのじゃあ他の女性も私やりたいですとかそのなんかあの男性とかでもああそこまできつくないんだなっていう風に見えたりっていうのもあると思うんでなんでそのなんか吉田沙保里さんみたいな男性とやっても絶対勝てますみたいな人もいたりするのでなのでなんか女性がみんながみんな野球下だっていう決めつけもどうかと思うんですよね女子野球は女子野球であるし女子野球はだって甲子園行かないでしょテレビ放映されないでしょ あ、ビール代です。2000円ありがとうございます。